はいどうも皆さんこんにちは、いつもです。ということでちょっと今回から、まあ、新しくねマインクラフトの、まあ、シリーズって、まあ、シリーズかまあどういうことをやるのかっていうと、まあ、どういうことをやるっていうのではなく、なんて言うんだろう、なんかただひたすらまったりマインクラフトを楽しむっていうのがしたくて前まではなんかそのいろんな要素のあるモッド入れて目標を決めてみたいな感じだけども、今回は珍しくね、もう何もしないみたいな、何もしないってその何空だけ映してみたいな、そういうわけではないけど、こう目標を決めずにね、もうやりたいことをやっていくっていうので、動画の時間とかも10分とかで揃えてたけど、今回はもう10秒ぐらいの時もあれば50分ぐらいの時もあるみたいなまあそれはないだろうけど、まあ、本当にねもう自由にマインクラフト楽しんでいこうってことなんだけど、ただねただやるだけじゃやっぱそのね、なんかそうなんか面白みがないというか、普通のバニラ実況でも別にいいんだけど、ちょっとぐらいは要素欲しいなってことで、まあ、あるモッドを入れてきました。よし、ということで見てください、この小ささよーし、でかいチェストが、うわこのさよさ、雪で半分埋まっちゃってるっていう、これ壊せないとかある、壊せるよね、ほら、うわ大きさの差ということで今回からはこのね小さい体でちょっとねマインクラフトを楽しんでいこうと思います。まあ、これ以外にもいろいろ、お、なんだ、あ、ブロック登れるんだ。これ以外にもいろいろモッドは入れてあるんだけど、まあそれは後ほどということで、とりあえず他のとこに行ってみるか。よいしょ、木とか取れる、え、木取れない、もしかして、あ、取れる取れる、でもめっちゃ長くね時間、こんなかかったっけ、めっちゃ硬い、やばい、木が全然取れない嘘、木が全然取れないことってある、よしよしよし、あ、ブロックがでかっでかっブロックでかっ、マジかブロックの大きさよ、うわ画面が、これクラフトできんの、あ、できたできた、これもやばいんじゃん、でかっブロックでかっ、作業台作ろう、うわこれよ、これこのでかさよ、このでかさ、てかあのチェストとりあえず開けたいけどな、めっちゃ雪の中入ったらめっちゃ速度落ちるし、あーでかい、怖い、鶏が怖い、とりあえずこっちの方行こう、オッケーオッケーオッケー、この木取ろう、おお、いやもう大きさがおかしいもんいや、え、そこで落下ダメージ食らう、あのそんな食らう、わー鶏でかい、鶏でかい、すごくねこれなんかすごいわ、とりあえず掘って、掘れるのかな、あ、意外と早い、うわツールがでかいツールがでかい、これでツールを作ろう、斧、斧って言って思いっきりピッケル作ったわ斧って言いながら今気づいたらピッケル作ってたな、これ取れる、あ、結構早く取れる、それでもそんな変わんねえな、よしよし、そこのチェストも取ろう、雪の中入ると速度が、よっしゃ、
何が入ってたんだ。いろいろ入ってるな。こんなもんか。あ、結構いいもん入ってるじゃん。そのなんか家作らないとやばそうだな。こうなジャングルの中みたいなとこもしかして。